おはようございます。ナミさん、今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。なんかいろいろとねトラブルがあって動画のアップロードができなかったりとかね、連絡がつきにくかったりってことはまあまあまああるわけですけども、こうやってねやっぱりこうナミさんから連絡いただくとちょっとほっと一安心ということでございます。で、今回はねまだ動画いただいたの見てないんでこれから見るんですけども、このバイナンス株式トークン販売中止とかね、投資能に変わる瞬間、この2つのテーマってのは非常にね、大切だなというところがまあ、ポイントありましたんで、ちょっとそれについてお話ししようかと思います。というのが、あの時代とともにね、世の中当然変わっていきますけども、案外人っていうのは変わっていけない人が多いんですよね。例えばね、今ちょっとお年を召された60代とか70代の方、場合によっては50代の方がスマホをなかなか使えなかったりとか、アプリのダウンロードができなくて、あの手を焼いている20代や30代の方がいらっしゃると思うんですよ。ちょっと教えてあげようと思ってもなかなかね受け取ってくれないとかね、なかなか接点がないとか、それが、ね、ジェネレーションギャップなんですけども、実はね20代30代の方も今から40代50代になっていくときに、多分投資の考え方とか暗号通貨の知識とかってないってことは、多分ね同じようにその未来に思われると考えてるんですよ。時代が変わっていって、当然必要なスキルっていうのは自分で取得しないといけない。しかも20代30代の方が得意なね、このスマートフォンを使ってインターネットを使って情報収集しないといけないのに、多分怠っているんですよね。自分の楽しいこと面白いことしかできなくって、じゃあ30年後とか20年後に自分が楽しむためのものは全くできてないのかなと思っちゃうんですよね。で、そういうところを考えると、取り残されている人が今はなんとか波に乗っていて、自分の興味関心と世の中の流れが一致しているところがありますけども、ただやっぱりこれからね先を見て、自分が10年年を取ったら20年年を取ったら趣味、興味、関心、行動変わってくるってことをよくよく認識していって、1日のうちの 10% でも 20% でも未来学習をしていかないといけないのかなと思うんですよ。おそらく多くの方はこれをやらないから年齢が来た時に、時間が来た時に行き詰まっていくんだろうなと思います。そして昔はこうだったのにとかね、なかなかうまくいかなくなってきたとかね、いうふうに語るんですよね。過去を語り出すっていうのは多分こういうことなんですよね。過去にしか自分の輝いた瞬間がないから、すぐにね過去の話を持ってきてしまうとか、もう今を生きていない、ましてや未来は絶対生きていないっていうことになってくると思います。やっぱりね少しは未来を見ていかないと、時代は流れていきますから、1日経てばその1日先の未来を過ごすことになるわけですよ。でも過去に生きてると今日を取り戻すこともできないし、ましてや明日のためにスタンバイすることもできないというね、知名度を浴びるんではないかなと思うんですよ。それが時代に取り残されていくロジックの正体であって、それはもうすでにね20代ぐらいから始まっているんだろうなと思います。で、私は今こうやってね、40代もう後半に差し掛かって、おそらくテクノロジーとかなり上手に向き合ってると思うんですよね。でもその景色から見るに、若くてエネルギーがあって時間もあって余裕がある方がほとんどできていないっていうところにね、ちょっとね未来の暗さを感じるのと、この我が身がね必要とされる、必要としていただける時間がまだまだ先まであるんだろうなと思って、とても隠居なんてできないんじゃないかなとなんだかね、少子高齢化ってのはどの国も先進国なら向かっていくと思うんですけども、でも若者が少なくなっていく分、ポジションっていうのはかなりね余裕があるはずなんですよ。でもポジションにつくのが能力のある若者ではなくて、ずっと能力を維持しているいわゆる老練な人ばかりというねことでね、なんか占められているのは非常にいいんだろうかと思っちゃいますね。まあ求められているうちは私もねやっていくところが多いんじゃないかなと思いますけども、求められない若者っていうのは、ね、どうなっちゃうのかなと思うわけですよ。まあ過去を振り返ってみると、私も全然求められていなかったわけなんでね、その自戒の念を込めて、どういうふうにしたらね今を生きている20代や30代の人がね、10年経って40代50代になった時に、あの頃から積み上げてよかったなと、テクノロジーっていうのはこういうことなのかなとかね、時代に沿った生き方っていうのはこういうことなのか、なんかね時代に取り残された人を指さして笑ってる暇はないなと、この景色から思っちゃうんですけどね、まあなんてことをね考えながら、まとめるとね、暗号通貨の知識、投資の脳、
これは10代の頃に培っておく、20代の頃には成熟させて、30代で使えるようになっておかないと、もうね、新しい概念とか出てきますんでね、とてもじゃないけどもやっていけないんだろうなと思いますね。まあ、私たちみたいな年代がこうやって踏ん張って頑張っている中で、本当にまだまだできることあるんじゃないかなと思いながら、まあ見るわけなんですけどもね。まあ、こういうこと私の放送の中で言うからいいんですけども、煙たいでしょうね、こんなこと言えばね。ただ本当に危機を感じます。自分がなんとか盛り返せたから特にね思いますね。では動画の方拝見しますんで、いつもありがとうございます。